海沿いの遊歩道、プラヤ、1870年代、ビクトリア氏は、香港が1842年に、イギリスの植民地となった後、最初に都市化した居住地の一つである。当初は、クイーンズタウンと呼ばれた。ほとんどすべての政府機関の本部が置かれているため、イギリスの植民地時代には、しばしば、香港の首都とも認識された。ビクトリア氏は、 現在の中間に位置し、1843年当時のイギリス女王のビクトリア女王にちなんで名付けられた。ビクトリア氏は香港島にあって、もともとは現在の中間、今種と上巻の一部を含むものであった。ビクトリア氏の境界石1857年、イギリス政府はビクトリア氏の範囲を拡大し、4つの地区、4巻に分割した。4巻は西摩木。 石、包みそ、西英番が含まれる上巻、中巻、下巻である。下巻を除いた西玉木、上官、中巻は今日でも同じ名称が使われている。四巻はさらに旧約に分割された。その範囲には東門や宝鉢の一部も含む。1903年、ビクトリア市の境界を明示するため境界石が設置され、 現在でも6つの境界石が残っている。1890年代には4マイルにわたって広がる主要都市となった。建物には花崗岩とレンガが用いられた。バスと新たに現れたトラムがこの地域の主要な交通手段となった。ありがとうございます。